方の接種対象者をですね、7割ということで想定していましたが、まあ、これを11月下旬までということでしてましたけど、実質は10月の13日まででしっかりと7割は超えているという状況です。で、まあ、市民の皆様とか医師会、宮台の先生方のご協力によって、まあ、11月末には 83% まで伸びているということで、非常に接種率の高騰というか、まあ、結果が出ているということですので、まあ、29万7千人の方々がそれに対応していただいたということだと思います。この件についてはですね、本当に皆さんのご理解なしにはできなかったことだというふうに思いますし、特に12歳からの中学生、高校生あたりが当初心配したんですが、それが後半になったら 70% 以上を超えたっていう状況ですから、これで、まあ、接種率を高め、そして感染が低くなったのかなというふうに思っています。そう、異常な数字ですね。まあ、当初11月の対象に、だいたい接種対象者の8割ぐらい、第1回目が8割ぐらい接種するのを望ましいということだったんですけど、まあ、それは10月の中旬ぐらいにそれをクリアいたしましたし、11月の中旬にはもう2回目接種した方が8割を超えたということで、もう現在も8割5分ぐらいに近づいてますので、まあ、十分こうワクチン接種する体制は、ワクチン接種の事業としては非常にこうまくいっていると思います。はい、市民の皆様の意識が高い、感染対策に対する意識が高いということと、からとはその、まあ、宮崎市の広報ですね、そういった体制も非常にいいんじゃないかと思っています。ありがたいことだと思います。やっぱり予防するためには、これしか今のところないですので、多くの人が打ってくださったということは、それは集団免疫につながりますよね。ですから宮崎県内、宮崎市内、多くの人たちが打ってくださると集団免疫で、打ってない人にとっても良くなると。また大学病院ですので、最重症患者さんを受け入れるということなので、重症化しない、ワクチンを打つことで軽症化する、うん、死亡率が減る、高齢者とかそういう人たちが、まあ、免疫持ってるということで、最終的には病院に重症な人が来ないということになると、コロナのための重症化ベッドを一般のがんの人とか、大きな手術の後の人に回せるという形になりますので、全体として非常にありがたいと、うん、いうのがやっぱり感想ですね。医療機関の方々で個別接種が250の医療機関、そして集団接種についても、医療機関の方々、宮台の先生方のご協力によって、まあ、メインとしては中央体育館の方で集団接種をメインにしました。妊娠をされている方、あるいは可能性のある方、配偶者の方、まあ、そのパートナーの方とか、それを優先してやったということと、やっぱり私どもが一番心配したのは、夜間帯にも接種ができるような状態を作ることによって、仕事帰りでもできるっていう状態も作らせていただいた。まあ、さらには予約なしも実施をしました。接種する体制の利便性を体制作ったということが、非常に効果が出てきたんじゃないかなというふうに思います。また障害者とかですね、乳幼児、幼稚園関係とか、そういうところも非常に心配がありましたので、そこにも、まあ、積極的に展開をさせていただいたということが重要だったというふうに考えています。まあ、市独自の優先対象者、こういう方々をピックアップして、もうしっかりやらせていただいたというのは、まあ、こういう結果になったのかなというふうに思っています。まあ、免罪責任司会としていたしましては、簡易医療機関すべてに一応声かけをいたしました。でその結果、250の医療機関がワクチン接種に応じてくれるというようなご返事をいただいたところです。で、まあ、個別接種だけでなくて、集団接種に関しましても、開業医、それから病院勤務医、まあ、さらには自宅会員の先生方、こういった先生方も協力していただけるということで、まあ、非常にありがたかったということでございます。で、まあ、あと接種回数を増やすために、土曜日の午後とか
日曜日とかからそういったところにも接種をしていただきましたので、まあ、非常に回数と接種率も、まあ、上昇したと、まあ、そのようにも感じています。まあ、一応個別接種と集団接種について言えば、個別接種が 83%、 集団接種が 17% だったんですけども、まあ、ファイザーのワクチンを使うということで、まあ、非常に温度管理も大変でしたし、それから分注とか希釈とか、まあ、そういう手間がかかりましたので、まあ、医者もですけれども、準備する看護師が非常にこう大変だったということです。それとあと事務方の話では、そのワクチンの、まあ、配分が、まあ、2週間に1度ということでしたので、まとまって入ってくるので、まあ、予約とそれからキャンセルもありましたから、そういったこの数量の調整が非常に大変だったと、まあ、そういう話も聞いています。なるべくキャンセルをしないようにということは、患者さんに伝えていたんですけれども、まあ、それでも当日熱が出たとか、いろんな所要で打てなくなったと、まあ、そのようなまあ、いわゆるドタキャンというのがありました。そういう時にはもう近くにいる人に声かけして電話して、で、まあ、来ましたからどうぞというような形で来てもらったりとか、そんなこともやっておりましたね。大学としてのワクチン接種は、はい、まずは医療者に大学病院でワクチン接種を開始したと。で、その次に、病院に入る可能性があるということで、うん、学生にも、うん、医療関係の学生ですね、打ったというのが大学で最初にしたことだと思います。で、医学部関係なので、医師、看護師、それから医学部学生全部含めても 95% 以上の接種率であったと。で、次に、大きな職域接種というのでは、うん、宮崎大学の職員、はい、学生に対する接種を行いました。はい、で、その他に依頼された職域接種、うんうん、それから市に依頼されたやつで、医学部の職員、看護師さんを出したというのが、一番大きな動きだったんじゃないかなと思います。まあ、まず3回目接種っていうのは、まあ、医学的にも抗体が低減をするっていう状況が見られましたので、そのことがやっぱり3回接種することによってさらに感染っていうのを防止できる、国の方針に基づいてもう12月から医療機関の方々にはしっかりとやっていくということをもう決めました。で、来年の2月からが本格的に3回目接種ということですが、今度はもう当初みたいにですね、十数万人の方々に一挙に接種券を配送するんじゃなくて、まあ、去年の5月ぐらいから徐々にやってきた数だけの接種券を配送しますので、まあ、急激に予約が入るとか対応できないっていうことはないっていうふうに思います。当然ワクチンのファイザーとモデルナっていう部分については量的に 100% はどちらも来ませんので、どちらかを打っていただくっていう形になろうかというふうに思いますので、まあ、理解できるような広報をしていこうというふうに思います。ワクチン接種することによって感染する率とかから発症する率、重症化率がやっぱり確実に減りますから、まあ、そういうことを減るとやっぱり、入院医療機関の負担も減るということで、ワクチン接種というのはやっぱりその地域医療を守ることに、医療崩壊を防ぐことにつながっているということは感じています。まあ、引き続き会の先生方にはかかりつけとして、まあ、個別接種、集団接種に参加してください、協力してくださいということを訴えたいと思います。それで今回の3回目の追加接種については、まあ、宮崎市でこの3ヶ月で11万回分入ってくると聞いてます。そのうちファイザーが6万回、モデルナが5万回ということで、そういったこのワクチンがの種類が変わりますので、そういったこの混乱がやっぱりあると思いますので、そういったことはしっかりこう宮崎と一緒に、会員の方に集中していきたいと思ってます。いいなと思いますね。やっぱりダブルワクチンよりもトリプルワクチンの方が、
いわゆる皆さんよく知ってると思うんですけど、ブースター効果がかかりますので、で、このメッセンジャー RNA ウイルス、メッセンジャー RNA ワクチンは、打った後、こう、だんだん抗体価は下がっていきますし、個人差もあるんですよね。ぐーっと下がってる人と下がらない人っていうのがありますので、それで、まあ、間違いなく下がっていくっていうのはもう論文で出てるわけですから、その下がった後、もう一回ブースター効果、ドーンと上げるということで、抗体価がブースターのごとく跳ね上がりますから、やっぱりそれが一番いいんだろうと思います。脳としては。あ、3回目の報告あんまり。まだないか。ないので、わかんないですけど、多分そうだと思いますよね。はい。まあ、打ったところで免疫反応が起こるので、打って、非科学的ですけれども、打って反応してるということは、抗体作ってるんだと、いうことですので、自分の体の中で抗原が入って抗原抗体反応が作られて、そして免疫ができさえすればいいので、その免疫を作る方法、様々な方法を組み合わせてやって問題ないと思いますよね。交差も全然問題ないと。問題ない。はい、私、産婦人科なんですけど、産婦人科学会でも、あと、産婦人科感染症学会でも、ワクチンは問題ありませんということを出してますので、理論的には、ここメッセンジャー RNA ワクチンを打って、それが胎盤を取っていくということは、今のところは理論的にはまあないだろうと。で作られた抗体は一部胎盤を取って赤ちゃんに行くので、生まれた赤ちゃんにとっても母体が抗体を持っておくといいだろうと。で、生まれた赤ちゃんの関するいくつかの大きなデータ出始めてますけれども、それでも問題なさそうだということなので、皆さん安心して受けられていいと思いますね。がんも全然問題ないですよね。それでがんが悪くなるってことないわけですから。はい。いわゆる今までの通常のウイルス感染を防ぐマスクして手洗いして、まあ、密を避けてというそういうことをしっかり守っていただくということですよね。で、今これだけ宮崎落ち着いている時に、あと九州管内も落ち着いている時に動くなっちゃうのはちょっと僕無理があるような気はしますよね。なので今ほとんど出てないっていうのであればしっかり気をつけて、まあ移動も仕方ないのかなと。でも出始めたらやっぱりまた移動は制限せざるを得ないなとは思っています。ワクチン2回接種したからもこれでいいんだということを安心せずにですね、これまで通りの感染対策をしっかりとっていただきたいということですね。まあ、3密を避けるとかマスク手洗いから人流の抑制、そういった当たり前のことですけど、そういった当たり前の感染対策を、まあ、理解して、その良さを評価して実践すると、まあ、ヘルスリテラシーと言いますけど、そういったヘルスリテラシーを持って、いただきたいと常に思っています。基本的にはですね、約2年間コロナウイルスに感染あるいは悩まされた時期があった。もう経済的にも非常に対応が厳しかったと思いますし、まず日常生活ができないっていう状況とですね、子どもたちに影響があった、学校の休業もあった、こういうことがないようにするためにはやっぱり自己防衛です。このことをしっかりと考えてワクチンも接種するけど、通常の手洗い、うがい、そういうマスクも着用ということはですね、考えていただくということが前提になろうと思います。まあ、そのことによって、社会全体が通常の動きをすることによってですね、全然こう問題のない日常というので、経済活動も、あるいは楽しみも醸し出せるような状況を作っていただきたいっていうのが、私の願いであって、それをもう実践していこうじゃないか、っていう皆さん方には呼びかけていきたいと思いますし、私自身もそれを積極的に、まあ、いろんな形でお知らせをしたいというふうに考えております。オミクロンについてはまだまだデータがしっかりしていませんので、まあ、これによって第6波が起こらないような形っていうのは、先ほど申し上げました自分自身
あるいはワクチン接種をする、積極的にするっていうことによって防止できるんじゃないかなっていうふうに考えておりますので、まあ、世界的な流行がまた起こるかもしれませんけど、日本では起こらない、宮崎では絶対起こさないっていう気持ちを持っていただきたいっていうふうに思います。